日本は決勝に進めず。やっぱり俺が監督やらねえとダメか。石毛とミスターはベスト9。ブーマーシレット入ってるじゃねえか。わろた。石毛ホームラン王だぜ。19年目のシーズン、オーダーを発表するぞ。1番ライト、村山。2番セカンド、井口。3番センター、諏訪部。4番サード、長島。5番ショート、石毛。6番レフト、フィッシャー。7番指名打者、有藤。8番ファースト、藤田。9番キャッチャー、梅木。続いて投手陣。先発調子次第、杉浦。先発調子次第、北別府。先発調子次第、七尾。先発調子次第、岩隈。先発調子次第、海野。先発調子次第、木屋。中継ぎビハインド、巴。中継ぎビハインド、川中。中継ぎ接戦時、岡。中継ぎ接戦時、平野。中継ぎ接戦時、藤巻。セットアッパー、遠山。クローザー、江村。留学選手が帰国。チビのフォークがマックスになったぜ。コントロールはあと2か。岡上もすぐミート A に乗るな。フォーク以外の変化量伸ばせよ。他の変化量は1のままか。岡上いいぞこれ。とりあえずここからはキャッチャーの徳の上げだな。スケットガチャの時間だー。相変わらず転生スケットはいねえのか。こいつは栄養価だぜ。栄養価のやつだけ取ってやろう。バランス良さそうなスケットだな。まあ出番はねえだろうがな。ドラフト選手の能力。また吉赤徳2つか。伸びもいいだし微妙だな。神田は特能も悪くないな。大卒ならこれくらいだな。森本いい感じ。特能も悪くねえな。今シーズンもこの時間。今年の相手はつばクローズか。ヤクルト専門でヤクルト倒すでー。大阪近鉄バファローズ日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。スワローズの先発はミスターパーフェクト辻村。対するバファローズの先発は切れ味抜群の変化球投手。初戦取ったでー。打たれすぎた。全勝だぜー。北別府安定してるな。石
石毛の楽天さよならツーランきたー。石毛じゃねえのかよ。わろた。日本一だー。バンジャイ。つばクローズ相手にならんな。接戦もあったけどしっかり4立てで決めれたぜ。西武との交流戦も近いからな。しっかりと調整していくぞ。前回に続いて今回もうちが勝ってやるぜ。バファホー。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍。さあ行くか。ユーノルモブの留学も終わり、ここからだな。しっかり特能もつけていくから成績に期待するんだな。120勝達成やで。勝ちが順調に増えたな。防御率も良くなったな。リリーフはさらに改善したか。打率3割きたー。うちもついに新手前打線完成か。キャッチャーダメだったか。まあ来年以降だな。石毛三冠王きたー。マジでこいつは予想外の方向に成長してるな。これは歴代最強ショート待ったなしですわ。石毛圧倒的だぜ。大原一票差かよ。大接戦だったのか。杉浦が沢村賞だぜ。アンダルビッシュ、まあまだいける能力だ。石毛今年も打率かなり高いな。長島もようやくらしい成績になってきたな。打率3割めちゃくちゃ多いし、この打線なら西武との交流戦も期待できそうだぜ。投手陣は何も言うことねえな。この成績なら平野もセットアッパーにしてもいいかもな。遠山平野のダブルセットアッパーいいな。1票差の新人王。原は2桁打ったがそこまでだな。これは接戦になりますわ。国内スカウトを変更だ。高齢になってきたし衰える前に交代か。選手の契約公開。阿波野は引退。阿波野ここまでか。いい投手だったな。こいつは国内スカウトにしてやろう。おい今変えたばっかやんけ。違う形で球団職員にしてやるから PP 騒ぐな。玉川良かったな。村野も引退。今までお疲れさん。山岸は首。赤徳がなければな。以上だ。見ていくぞ。足はいいなぁ。四玉以外はいいな。一人目は小原だ。能力はいいけど年齢がネックだなぁ。二人目は吉岡だ。吉岡は悪くない能力だなぁ。普通だな。濃厚だなぁ。パワー型ショートか。抜け玉以外はいい能力だなぁ。こいつ普通にいい能力なのにな。
ヤブやんけ。こいつ出すのかよ。まさか天性のヤブが現役ドラフトとはな。29歳か。赤徳があかん。悪くはねえな。4玉持ちか。パワーは高いな。打撃以外はいい感じ。濃厚だな。ミート以外いいな。こいつ能力高いな。平均的だな。4玉以外はまずまずか。大ピンチは F か。こいつも平均的だな。特能はかなりいいな。濃厚だな。うちはヤブを指名するぞ。ヤブは人気ないのか。うちはロッテから指名されたな。大ヤブゲットだぜ。ふん、以上だ。吉岡頑張れよ。ヤブよろしくだぜさあ今年はどんな転生が出てくるかな。見ていくぞ。これは偽朝尾キュン。上原だー。日ハムの上原か。日ハムの二刀流だから大谷が来たのかと思ったぜ。残念ながら出たのは上原だ。でも投手能力と野手能力も高いな。他の転生次第で指名もありだな。転生野手いねえな。
こうのだー。誰だ？この選手は元南海の選手だな。正直知らない選手だが、まあバランスは良さそうだな。先生は二人だけだな。ドラフト1位は上原だ。大二刀流上原できたか。一本釣りだぜー。この歌川はモブだな。こうのはホークスか。ドラフト2位はこいつだ。能力は悪くない大卒ショートか。ドラフト3位はこいつ。こいつもかなり能力高めのモブだな。以上だ。上原しっかり育成していくでー。上原変化球はすでにいい感じだな。二刀流だが二刀流起用の予定は今のところなしだ。佐山は守備以外はすでに高そうだな。しっかり練習するんだな。安田もバランス良さそうな能力。留学に出せばオール C 以上になりそうだな。こうのはどれくらい特能があるかだな。しっかり育てば FA で取ってやろう。一人帰ってきたな。かなりバランスのいいファーストか。メジャーでの成績は全然だったか。34歳か。結構人気だな。うちも交渉してやろう。おおマジか。レギュラーは保証しねえがとりあえず取ってやろう。条件は飲むが背番号は与えられねえな。日本一を経験したいならうちに来るんだな。宮森内を選んだか。メジャーでの成績はいまいちだな。守備はいいけど打撃は中途半端な能力だったからな。ポスティングはなし。さあ FA だぜ。スケットか。成績は悪くねえな。このリリーフも悪くないな。こいつは人的なしだな。悪くないクローザーだな。能力は十分だな。成績も悪くないな。ショートなら守備は十分だな。成績はいまいち。特能はいいが成績は全然だな。交渉はこいつだけだ。人的なしのリリーフか。お前は人的もいらねえから取ってやろう。年俸3億3400万。なんでや。3年契約で背番号はやらん。日本一を経験したいならうちを選ぶんだな。片岡ウェルカムだぜ。保証はこんな感じだ。ブーマー亡命希望。出番もなく衰えてもきたしリリースでよかろう。グッバイブーマー。
こいつタイトル取ってた助っ人だな。よくいる打率はあれだが他はいいタイプだな。ビシエドやんけ。ビシエド転生してたのか。でも基礎能力は全然だな。ファーストなら守備は十分だな。成績もまずまずだな。テリーも亡命希望。こいつもリリースでよかろう。獲得はなしだ。泡の殿堂入りだぜ。だから勝手に永久欠番にするな。泡のは当然金だぜ。泡のは安定していたな。ずっと二桁勝利勝ってたしな。200勝達成だぜ。留学はヤブトマタヨシオ。メキシコリーグだ。次の世代の先発投手もしっかり育てていかないとな。さあ交流戦前のシーズンもしっかりな。大谷ではなかったが初の二刀流上原を獲得できたな。二刀流起用はしねえがしっかり育てていくぞ。続く